スーツをね、对的呀，嗯，对的呀，我是走路去学校的，合ってるよ。お、昨日習った。おー、すごい。パパ分かんなかった今。間違ってると思っちゃった。ごめん。俺これ勉強の足しにならない。分からねえから。カイトが、カイトに教えてもらってるんだけど。なんて言うんだ。うちで中国語一番上手い人は誰ですか？はーい。あ、ママだ。わーせ。今天怎么穿得这么帅？ヒロ、かっこいいね。去哪里？嗯？去哪里呀、啊？我特别喜欢看他穿这种背心式的小衣服。过来，过来。去哪里？去哪里？今天这么帅。今天好帅哦，好帅哟、哦！嗯，以后要是长得跟爸爸一样帅了怎么办？在学校里面会很受欢迎的。네，那你？ヒロ自分かっこいいと思ってる？かっこいい？そう？かっこいい？哦，你觉得自己很帅啊？嗯。这个脸皮跟妈妈一样厚啊。自転車乗せないの？乗せないの。待要把自行车放到爷爷的车子里面，跟爷爷奶奶一起去。那你？啊 ，OK。我要去你。啊，いいよ。嗯，你上去吧。他今就昨天发烧了，今天就已经好了。一楼，你自己上去啊。打不开吗？自転車いらないよ。自転車置いといて。うん。はい。自転車乗せとくね。あ、ごめん。カバンあった。カバンあったわ、これ。これね、ひじのだから。はい。お願いします。ママ来るから、今。自転車乗せる？自転車いらないじゃないの？使う？バイバイ。バイバイ、どこ行く？うん。去哪里？去哪里や？ママも乗るよ。シも乗る。じゃママも乗る。いい？いいよ。いい？うん。パパは？パパ今。奶奶在家に。いらないのか。はい。シートベルトしようか。しないかや。にしないとダメよ。危ないからね。ダメよ。おまわりさん来るよ。来ないよ。来るよ。ほら。おまわりさん来てどうするの？いらない。嘴巴这边这边想哭了，要听爷爷话啊，吉吉の言うこと聞くよ。泣きそうな顔してる。なんで泣くの？怒られたの？いや今ねシートベルト嫌だって。ねえヒロバイバイは。バイバイ。今日もかっこいいよヒロ。ヒロ。バイバイ。うんバイバイ。バイバイ。バイバイ。お。バイバイしないの。お母さんのところ、うん、洗濯機ね壊れたみたい。本当？うん、なんか3日間前なんか言ってた。で今日また聞いたら、あまだ治ってないから。動かないの？いや動かないわけじゃない。どう説明かな。ほら新しいの買ってあげようかな。あいいよ。ね、うん、で今日ねお母さんに言ったの、買ってあげる、うん、お母さんね、うん、いいいいって言って。で自分がどうせ毎日暇時間いっぱいあるから自分でね今ねあのお風呂の水自分で手で移動してあの洗濯機の中に入れてるの。なるほどね。うん、だからめんどくさいじゃんそんな。明日ちょっと聞くよ、ちょっと壊れたところどんなんか。うん、とりあえず、ね、いやどうせあれも何年間じゃん、うん、だから聞いて、まず聞いてみるわ。買って6年間って、うん、聞いてみるからどんなところが壊れてて。うん、だからもう必要だったら買えばいいから、うん。うん。だから早めに買わなきゃお母さんの毎日洗濯ね大変じゃん。まあとりあえず聞いてみる明日。うん。うん、
まあ、買ってくれるって気持ちがあればいいからありがとう。うん、うん、別に、うん、私もね、お父さんお母さんにも感謝してるから。分かった。うん、想学排球吗？うん、もう一緒に来たよ。最近ね、あれが忘れた、半額で買ったの、あの、うん、そう。おお、バレーボールって言ったね。両手でこれにやると、下からもこれで取ってって言うとこれでやるよ。この子1回でわかるから何でもいいかも。バレーボールやってバレーボール。じゃあ、まあや。120とかね、450とかだからね。ドライバー当たってもね、200残るのね。それは大変だ、はい、で打ち上げが多いからさ、ここ打ち下ろし打ち上げが多いから。おお、頭でやるよ、両手でやるよ、バレーボールだよ、ほら頭でやるよ。サッカーになっちゃった、サッカー。おお、上手。なんかね、あれ、これがないと、ソテがないと、なんか男らしい感じ。你的头发又没有吹干？可以。嗯？可以。头发晚上睡觉要吹干的啊？可以的。下次要吹干一点再睡觉啊。好的。嗯。那今天我们就来教一个头发这个单词吧。嗯。头发的日文发音是什么？髪の毛、髪の毛。中文呢？头发。嗯、那髪の毛が長い。头发很长。髪の毛が短い。不知道。头发很短。很短。对。我很短，这里。对。我现在就下次再见，拜拜。嗯，很短。很短。嗯。毛毛很长。对，拜拜。晚安。晚安。